いて向かってるんですよ。私がいるとこは 47th Street、47、私がいるところは 47th Street です。この上だ。 OK、How you doing?
order the cocktail only for myself. Is that okay? Yeah. You want to do the bottomless? Yes. Guac and chips. Yeah. And then we need a few more minutes for that. Sure. So I'm going to just bring out one bottomless mimosa and then guac and chips. Yes. And I'll be right back. Okay. Okay. ね、メキちゃん、かわいい。何個ですか？20個ぐらい？うん。なんもっとある？20、30個ぐらい？30あるかも。あ、なんね、20かもね。これと、はい、これにしました。アメリカン・グロー。これと、それです。これです。もう一個なんだっけ？なんかさ、これが見てたら前も欲しくなっちゃったけど。これがアメリカン・グロー。はい。で、これが、スウェイド？ノー、スウェイドじゃない。セピア。セピア。セピア。決まりました。行きます。はい、みきちゃん何買ったの？あ、パレット。何ですか？パレット買ったらリップくれた。え、いいな。なんか買おうかな。なんか今わかんない。彼女の説明は早すぎて聞こえなかった。あ、でも多分ナチュラルって来てから、なんか買うと、あ、おー、
ねえねえ、This is a new one よ。クリースコンシーラー、これニューのやつ、いいって。コンシーラー。うん、これいいやつって。で、ね、シェイプテープ知ってる？シェイプテープ。うん。持ってる一個。アルタにしか売ってないって、80何十万。取れると思っちゃった。ねえ、あれじゃない？入れ物が別になってない？入れ物が変わってない？そうそう、ニューバージョンだと思うよ。ああ、持ってる。ちょっとスウォッチしたい。え、じゃあ、はい。まゆちゃんスウォッチします。ね、これさ、色ありすぎて選べないでしょ。確かに。もうさ、私が買いに行った時さ、助けてくれた人なんかもう投げやりだったもんねで、自分で選んだもんね。これ今ミディアムゴールデン。ミディアムゴールデン。私が思ってるのどれだったかな。色々試しすぎて濃くなった。わかる。もうそこしか残ってないの、皮膚のせるところ。他全部重ねちゃったからね。やっちゃったからね。でもこんなところクリースしないといいですねこれすごいよ。持ってる？まゆちゃん、これ持ってない。あ、持ってない。ニューのやつで。あ、これ、あ、テクスチャー違うの、うん、これニューの。さっきから言ってますよね。さっき新商品って言ってましたけど言ってましたけど。え、じゃあ私が持ってるのどれ。あ、もうなくなっちゃったの。シープテープ。あったじゃない。あー、あ、クリースレスコンシーラーってなったのね。そうか、そういうことか。試したいでしょ。そういうことか。消えないわけ。おっと、結構これって黄色。今ちょっとお肉が黄色いですけれども。え、本当？なんか黄色い。ちょっとなんか白と白と白黄色は目立つね。しない。これやってもらったの、まゆ先生に。
これのことやってるの。美味しそう。モンブランもあるよ。チョコレート好きなんだよね。そうなの。そう、抹茶のレイヤーもあるよ。見て、抹茶のレイヤーは。Ooh, that's yummy. ジミー、一個さ、みんなで同じあれにしちゃう？あの同じテーブルにして。まゆちゃん。まゆちゃんね、もう写真の撮り方が上手すぎる。なんか私そういうとこすっごい雑だからさ。でもこういう努力が必要なの。それで綺麗な写真が撮れるわけ。ケーキ屋さんに来ましたよ。前回すっげー、それすっげー美味しそう。じゃあ私の持ち主の方に。それ。おはようございます。おはようございます。私のオフィスへようこそ。いつも汚いんですけどね。今何をしているかっていうと、ちなみに今は。木曜日の朝の9時なの。で、私の学校が火曜日と木曜日だけ、時間がちょっと違くって、12時から学校に行って6時半までなのね。普段は9時から3時半なんだけど、その火曜と木曜だけ12時から6時半。で、その理由が、なんか、そのサロンとかで働き出した時に、やっぱそれぞれのサロンで時間が全然違うから、サロンによっては、夜の10時とかまでね、空いてるところとかもあるから、そういったその時間に慣れるために、学校もちょっと遅くまで、サロン開けてるんですよ。で、そう。それで、ちょっとスケジュールが今日は違うのね。だから朝ちょっと時間があるから、さっき子供たちを学校に送ってきて、で、今、ずっとやらなきゃいけなかったことをやってるの。で、こうやってちゃんと座って、ビデオにこうやって向かって、お話しするビデオも作りたいんだけど、もう言い訳じゃないけど、本当にすごい忙しくって、その、私が思ってたのはね、学校が、学校がその、私がその学校にくっついている学校のサロンで働き出す前は、毎日テストですごい忙しくって、で、もうテスト勉強のことしか考えてなくって、もうテスト勉強のばっかりしてたのね。だからほんとそれで忙しかったの。で、そのテスト勉強とかがもうしなくてよくなって、学校のサロンで働き始めるようになってから時間ができると思ってたのよ。なんだけど、学校のサロンで働き始めたら今度本当にその、働く時間、行ってるからさ、毎日。で、なんか、私が学校を始めた時の、時に一緒に始めたクラスメイトたちはみんなもう辞めちゃったのよ。長続きしなかったのね。やっぱりそれほど長い、ものだから、日本の専門学校に比べたら全然短いんだけど、10ヶ月間ぐらいの、期間なんだけどさ、やっぱり長いから、続けられる子がやっぱ少ないんだよね。で、私と一緒に始めたクラスメイトの子は私以外に3人いたんだけど、みんな辞めちゃったの。で、だから今、そのサロンで働いてるのが私しかいなくって、だからサロンに来るお客さんはみんな私がやらなきゃいけないのね。だからもうさ、予約が埋まってて毎日。で、それで、まあ、すごい忙しいんですよ、毎日ね。本当に休憩なし、お昼の休憩とかもなしに、ぶっ続きで6時間半とか働かなきゃいけなくって。で、もちろんそのお客様は払うよ、そのサービスをね。だけど、私にお金は入ってこないから、私がもらえるのはチップだけなの。だからさ、まあ、そんな感じで毎日過ごしてて、ものすごく、まあ、忙しいんですよね。あと、やっぱ子供がいるから、それでもう精一杯で、で、今やらなきゃいけないことを同時にやってるんだけど、何をしてるかっていうと、
何回かその、あれなんだっけ、まあ常に忙しいんだけど学校のある時は週末はなるべくもしフォトシュートとかができるようになればフォトシュートやってるんですよ。でそのイメージが出来上がってきて、でこのフォトグラファーに、自分の気に入ってる写真をピックしてくれと言われてるのね。でそれをエディットして送ってあげるからって言われてて、でそのさビデオ、あその写真を選ばなきゃいけないんだけど、なんせフォトシュートに行くと簡単に300枚とか全然撮るからさ写真を。で彼女結構多分割とほとんど全部送ってくれたと思うのよ。こういう目ぐらいのやつは全部多分なくして消して、それ以外は全部多分送ってくれてるはずなのね。だからその中で自分が気に入った写真を選んで、自分がその世の中に見せたい写真を選んで行かなきゃいけないんだけど、やっぱり時間のかかることだから、これってね一個一個見ていかないといけないから、だから時間がある時にやらなきゃと思って、で今日は学校が12時から始まるから、その時間がある時にやろうと思ってたんだけど、それで今それをやってるのね。でこれとあともう一個もう一個のフォトシュート、だから2個あるのよ。2個あるのだから両方とも提起しないといけなくって、でそれがさいい感じであれば、そういい感じになれば、インスタグラムとかさ私のウェブサイトとかに作品として載せれるから、そのお仕事を今してるのね。 Ooh, look at that. フォトシュート何回も行ってて経験するのは、まあ、自分も昔ダンスやってたからそうなんだけど、特にバレエとかダンスをやってたモデルは動けるのよね。で動けるっていうと、彼女たちはさその手の動かし方とか肩の使い方とかを知ってるから、写真撮るよってこうやってカメラ向けた時に固まらないんですよ。ダンス結構してた子とか、あとはもうモデルの長い歴の子とかは固まらないんだけど、だから一緒にやってて楽しいし、しかも時間が早く過ぎるのね。パシャ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 っていけるから。だけどそういうモデル初心者の子とかになると、そのカメラマンがこうやって、ああやって、次こうして、ここそ、こういう風に持ってとかさ、そういう感じになるから、まあ時間がかかるのね。でもそっちの方がフレッシュな写真が撮れていいかったりとかもするんだけど、そう。たまにさ、趣味範囲で始めてすごい才能がある子とかもいるから、それはいいよね。見る。今こうやって一個一個チェックしてるわけ。でこれをやった時のフォトシュートは、いろんなカラーがこう行ったり来たりしてるでしょ。赤とかグリーンとか。でこのフォトシュートをした時が。のビログ撮ったから、多分これ今見てる人この前に多分見れてると思う。この前に撮ってるからね。そうだからそれの時のセッションの今写真を選んでるのよ。そうモデルやってた、ダンスやってたモデルちゃんは昔ダンスやってたとかいう子は肩の使い方とか手の動き方とかがすごい上手、あと体の見せ方とかも上手。やっぱり鏡やっぱり じっくり見てダンスやってたっていう感じがすごいするよね、特にバレエやってた子とかはもう足とかもさちゃんとすごいポイントにってなってすごい綺麗だし、手とかも手先とかもこうちゃんとこういう風になるのね。他の子は丸めちゃったりとかするんだけど、そういうのとか、そうモデルやってた子と一緒にお仕事するのは楽しい。いいね。あ、これ書いたか。OK。そう、そんなの今仕事してますよ。すごい。あ、ちなみにこれ。私の友達が日本に帰った時に買ってきてくれたの。スターバックスの日本の、マグカップっていうの？コップ？
マグカップっていうの、コーヒーカップっていうのなんだけど、友達がこれ買ってきた時に、これはすごいでかいからスープとかにいいかもしれないって言われたんだけど、私ねちょうどいい、これコーヒーのね、ちょうどいいサイズ、すっごい大きいでしょ、ちょうどいい、ね、なんかこうやってね写真見てて、さささと見てて気をつけて見てるところが、こうあの目がさつぶってるやつとかもこういう風になってないかとか、こういう感じとか、あと指先がちょっとこう変じゃないかとか、あとはその服が乱れてないか、例えばこれがさこうこういう感じになってるとか、そういうのがないかとか、そんな感じで今チェックしてるのよ。あとはこう一見いい風に見えるんだけど、ちょっとこうこういう風になってたりとかね、あと顎上げすぎとかさ、なんかそういうこうパッと見た時に不自然そうに見える感じのやつとかははけて、あこれいいじゃん、そうそうそう、でチェックしてる。なんか全部よく見えるね、そう一個いいなって思うと全部よく見えてくるね。あとは目がフラッシュタクトなるとたまにこうなる子がいるのね、シュって、そういうのとかもチェックしてる。あとライトの当たり具合、今回はこのカラーのライト使ったからとかさ、そういうのをチェックしてますよ。ダングル変えるか、部屋切ったね今ね。皆さん元気？ちょっと私が最近考えてること話していいですか？ちょっとカメラが曲がってるよね。ちょっと私が最近考えてることをこうやってお仕事しながら喋っていいですか？同時進行でうざいって思った人ごめんね。あの私が最近思うことはですね私が最近思うことはどうでもいいでしょ。あのねYouTube のレベルが上がりすぎてるのよ。昔ビデオを始めたての時、私がやってるた感じのメイクってあんまり多分道端とかで見ないメイクだったと思うから、結構批判されたりもしたのよ、化粧が濃すぎるとか。でもなんかそういうコメントをしてくる人たちってまあ多分いろんな YouTube、 日本のね YouTube メイクしてるこのやつとか見てたと思うんだけどさ、まあ、いわゆる美白で、すごい化粧がまあ薄いんだけどすごいナチュラルで綺麗に見えるっていうタイプのメイクをしている人たちと私を比べたら、そりゃ真逆だったから多分攻撃しやすかったと思うの。攻撃しやすいって言ったらあれだけど、何これって多分思ったと思うんだよ。なんだけどさ、このそれから何年か経って今いろんなジャンルのメイクの人いっぱいいるじゃない。だからさ、見る側もさ、見るジャンルが増えて、今まで偏ってた感じのメイクだけじゃなくなってきたわけじゃん。それこそさ、なんかちょっとまあ美白系のメイクもあるだろうし、私みたいな感じのメイクもあるだろうし、昔は私カットクリースとかグリッターとか好きだったけど、最近は全然しないしさ、自分のフォトシュートとかでやるのも本当にグローにフォーカスしてるのね。あの本当にどれだけこう、なんていうのかな、こううるうるしい肌にできるかとかさ、あとはまあ色で遊んだりとかもするんだけど、そう、どれだけこう眉毛にもちょっと今最近フォーカスしてて、どれだけブッシーな眉毛にできるか、こうボサボサな、だけど綺麗っていう感じのさ、なんかちょっと言葉で説明できないんだけど、まあそういうのに今私はフォーカスしてるのね。やっぱり昔とまた全然メイクも私も違ってきてるから。だけどなんかその YouTube をバーッとね、全体的に日本のメイクのやってるこの見ると、やっぱそうやってジャンルがすごい増えてるじゃない。だからあの私はすごいそれ嬉しいんですよ。いろんなタイプのメイクがあって、見る側も
こうなんていうのかな、偏らないっていうかさ、なんかこうじゃなきゃダメだったみたいな考え方だったと思うの昔はね。だけどいろんなメイク増えてきて、グリッターとかカットグリースとか、あとそれもあれば何コントはしてるんだけどめちゃくちゃナチュラルに見えるとかさ、そういうのとか、うんと眉毛はすごいそのなんていうのかインスタグラム系なんだけど、その眉毛から下はすごい日本のさ、なんていうの、ここにチーク乗せるとかそういう感じ、メイクとかまあいろいろあるじゃん。なんかそういった感じで、あの幅広い、うん、説明が上手にできたらあれだけど、できてたら嬉しいんだけど、そう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 、これいいね、うん、そう。そういう、あ、まあ、幅が広くなってて、すごい見る側も楽しいんじゃないかなと思います。で、そのレベルが高くなってきてるっていうのは、なんかさ、内容はどうであれ、編集の仕方で、良くも悪くも見えるわけよ。どれだけ例えば内容が良かったとしても、編集の仕方で本当に、本当に編集の仕方で、良くも悪くも見えるわけで、もうそこはさ、テクノロジーになってきて、どれだけいいカメラ使うか、どれだけいいレンズ使うか、どれだけいいエディター使うか、どれだけ時間をかけるか、そのエディットに。だからさ、ビデオ撮るだけで大変だっていうのにそれにプラスハイテクなエディット編集をまあ望まれるわけじゃんか。やっぱり見てる側はさ、他にもっとすごいね、エディット上手な人とかがいたらやっぱりそっち行くし、だからそのエディットのやり方っていうのもすごいさ、レベルがやっぱり高いし、音楽の選び方とかもそうだし、あとどれだけ自分のそのソーシャルネットワークにリンクさせるかとか、ほとんどの人が今例えば YouTube やってて、 YouTube のチャンネルがあれば Instagram があって、多分まあ Facebook もあって、もし日本人であればアメブロとかもあって、あとなんだろうね、あ、 Twitter、 私は Twitter はやってないんだけどとかさ、まああるわけじゃない。なんかそういうのとかもすごいやっぱりレベルがものすごく高くなってきてます。そう、本当に本当にすっごいものすごい内容が薄いビデオでも、エディットのやり方でやっぱりで初めのイントロが興味深いっていうか、おしゃれだったりとかするとやっぱり人は見るわけよね。で、すごいものすごい内容のいいさ、内容がものすごく詰まってるビデオだけど、エディットの仕方がクソで長々タラタラ座りながら喋ってる、そのビデオの変化もなくって言ったら、やっぱりね、見る人は飽きるわけじゃない。だからさ、大変ですよ本当に。超グロいじゃん、これ。ちょっとこれいいよ。逆にちょっとあれかな、テカリすぎ、見える、いい感じじゃない、見える、いい感じじゃない、ちょっとテカりすぎかもね。この子あんまりテカってなかったと思うんだけどな。うん、かわいい、かわいいね。うん、そう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 、エディットの仕方すごい大事と思います。だからその YouTube のビデオのレベルが上がってきてるから、それについていかなきゃいけないわけよね、やっぱりね。やってる上では、同じ土俵の上にいる以上。Yes girl! Yes! いいね。あとピントがボレてないかとか、ボレるじゃないの、ブレるだね。パッと見んだけど、よく見ると結構ブレたりとかするから、このピントがブレてるっていうのはさ、フォーカスがちゃんとなってない。パッと見んだけどね、たまにフォーカスになってなかったりするから、そういうのとか。そう、こういう作品作りってすごい時間かかってんだよね。まず誰かがビデオじゃない、まず誰かがフォトシュートしようぜってなって、
で、これをちなみにこのフォトシュートの時は私がフォトグラファーを見つけて、で、すごいあなたの写真好きだから一緒に仕事しないって言って、え、いいよやろうぜってなって、で、じゃあ私がモデル探すからって言ってくれたの、そのフォトグラファーの子がね。で、モデルの子探してくれて、で、日にち決めて、場所決めて、それでその日写真撮りました。そして数日経ったら、数日じゃなかったね、彼女結構時間かかったね、1ヶ月ぐらいかかったかな。で、そのイメージがやっと来て私のところに、はい、じゃあ写真選んでください、選びます、それ送るじゃん。そしたら今度彼女がエディットするでしょ、エディットする、で、送られてくるって言うから、すごいそう、プロセスがねかかるんですよね。だから結構頻繁にやっぱりこの作品作りはしないと、時間がかかる分、だからなるべく今、この先私がやる予定のフォトシュートはウェディングのフォトシュートなんだけど、それを近々やる予定です。あと首がさ、こうシュッてなってないかとか、首がこう、なんかね、モデルのこうやってる間に首をこうクシュッてやっちゃうことがあるから、首は常に長く、見てこの顔、私の、極める、ちょっと写真がすっげーあるな。ライトでこうカラフルなやつもやったんだけど、普通にそのカラフルじゃなしに後ろのバックグラウンドをピンクにして、もうライト普通に焚いてさ、なんかビューティーショットみたいなのもやってくれたのよ、私のためにやってくれたのね。なんだけどそれがさ、ビクトリアシークレットみたいよ、すっげーかわいい。Yes! Ooh! この OK、 今10時半で、今とりあえず全部選んで、全部選んで、今 E メール送るところです。で、今10時半だから、この家を11時半には出ないといけないから、じゃないと12時に間に合わないね、学校の。だから1時間お化粧して準備しますよっ。はい、OK。 ちなみに一番この日一番最後に撮った写真があるの。この2人の子がモデルで、私で、この子がカメラマンの子。それとね、そうだ、もう一個、何喋ったんだっけ、私。何喋ろうとしたんだっけ。今、簡単にちょっとランチを食べようとしてるんですよ。ね、ちなみにランチはこれ、昨日作ったパスタ。そう、ちょっとこの後ろかわいいでしょ、フォーカス、そう、後ろかわいいでしょ、私のドライフラワーたち、旦那にもらったお花とか子供たちにもらったお花を、お水につけるじゃん、もらうとすぐで、枯れてきたら逆さにしてドライフラワーにしてるの。このは、私のお母さんが、いつもお花をもらうとドライフラワーにしてたのね。で、うちにピアノがあるんだけど、ピアノの上に、バーって並べてたの。で、それから、それが好きで、でもお花もらうたびにドライフラワーにしてるんだけど。私が最近思ってることまだいっぱいあるんですよ。あのね、私、あのね、こう、なんていうのかな、もうちょっと、
もうちょっとこう大人になろうと思ってね。っていうのも自分で自分のことをマネージしきれてないのよ簡単に言うと。だから自分をもうちょっとマネージできるようになりたいから、まずそこが欠点だってまず分かったじゃん。でそれを直すためにどうしようかって思って、で自分が今考えてることは、自分のことをトラックちゃんとしようとしたの、しようとし、自分のことをちゃんとトラックしようと思うのね。例えば、簡単なことを言うとさ、例えばさ、いつ生理が始まった、いつ生理が終わったとか、そういうのとかも私全然トラックしてないから、自分のことを。そういうこととか、あと例えば、何、あんまり覚えてないんだよ。いつどこどこに行ったとかさ、それこそ、子供の誕生日とか、旦那のね、誕生日記念日とか、そういうのは全部覚えてるんだけど、なんつうのかな、ほら、この間、どこどこ行ったっけとか言って、いつだったっけとか言うと、ちょっと時間かかるわけ。ああ、いつだったっけなみたいな。とかもさ、結局トラックしてないわけよ。ね？だからそういうのをちゃんとしっかりするためには、なんかこう、自分のことをトラックしないといけないし、覚えるために。で、それとあと、なんか朝ちゃんと起きて、なんかね、一日中の流れで、時間があるときに、E メールをチェックする。で、チェックして返信しようってすると、誰かにこう、例えば学校だとさ、へい、のぞみお客さん来てよ、行かなきゃだよ、みたいなしたらもう、あ、返さずに終わって、で、学校が終わって、何時間後にまたチェックして、みたいなさ、そういう、こう結構、なんつうんだかな、まあ、はっきりしてないので、E メールとかそういうのをチェックする時間とかもはっきりしてないし、だから返信も遅れるし、だから今やってたお仕事も、ほら、写真チェックするやつも、すごい時間が経ってからやってるんだよ。だからさ、そういうのとかもはっきりちゃんとしていかないといけないから、それこそビデオこれから作っていくにも、いついつにどのぐらい時間ができるからやろうとかさ、そういう見通しもできるようにしたいから、これから、そう、なんか例えば朝、決まった時間に起きて、この30分は E メールチェックするとかさ、30分は、それこそ自分が作ったビデオのコメントチェックするとか、返信するとか、なんかそういう風に、まあ、要はスケジュールだよね。自分にスケジュールをちゃんと作ってやっていかなきゃって思ってるところなんですよ。でヨガ行きたいんだよね。昔からヨガ好きで行ってたんだけど、もうその学校が始まったり子供が生まれたりとかで全然行けてないから、ホットヨガとかも行きたいし、それもさ、いつ行けるんだよって感じなのよ。今の生活を見てて、いつ行くんだよ自分みたいな。だけどそれもお母さんだから学生だからって言い訳をしながらはしたくなくって、言い訳にしたくないんだよ。学校に行ってるからできないとかさ、だからそういうのとかも全部、要は自分の時間の何ていうの分け方の問題だと思ってるから、そこをちゃんとしっかりできるようにしていかなきゃなって思ってるところなんですけど、電池切れそうなんですよね。だからビデオもこの時間ができるからその時に作ろうって考えると、なんかこう後押しにならないじゃんか。で今もう本当に時間がない常に時間がないって思ってるの。だからそんな感じで考えてるのに、無理やり時間を作ってビデオを作らなきゃって思うと、要はさ、もう切羽詰まったようなビデオになるわけじゃん。でそういうの見たくないでしょ。なんか時間がなくのに無理やり頑張って作ったやつ見たくないじゃん、見てる側はね。だからあえて作らないし触らないんだけど、だからそういうのとかもちゃんとしっかり自分の中でマネージができてれば、パッ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 と仕事ができるようになるわけじゃん。まあ、要は仕事がさ、できてる人ってそれがちゃんとできてるわけよ。朝何時に起きる、メールチェックする、30分ね。でその後飯食う、ワークアウト行く、運動する、何でもいいけど、でそれから仕事に行くみたいなさ。で仕事している間も、ちゃんとこういう仕事する 1,2,3,4 っていう段階がちゃんとあってさ、ランチタイムがあって、でそれからガッとこう午後があってみたいな。で子供迎えに行くのに迎えに行くとかさ、なんかそういうちゃんと仕事できる人ってそういうのがちゃんとなってるわけよ。私はそのマネージが上手じゃないから、それをちゃんとカツカツしていけたら、もっとビデオも見やすくなるだろうし、なんか更新も増えるだろうし、その時間はないんだけどね、時間は作れると思うから、それでどうにかちょっとやりたいなって思ってるんですけど、どう思いますか？私が学校行くまでにしなきゃいけないことは、とりあえず
ブレスパンプ、パンプするやつあるじゃん。あれはもう入ってんの、バッグに。で、水を入れるカップも入ってる。から別にこの、で、ランチは昨日持ってったやつ、食べれてないから昨日時間がなくって。だからそれを食べるじゃん。もうスムージーなんだけど。それでとりあえず、まあだから持っていく食べ物とかそういうのは OK じゃん。だから要はお化粧だけしていかないとって感じ。Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I-